モリス・デワール・モリス・デワールは、ベルギー、ロベンデヘム出身の自転車競技選手。1927年のツール・ド・フランス総合3位、1928年のツール・ド・フランス総合2位を経て、1929年のツール・ド・フランスを迎えた。同年のツール・ド・フランスでは、第4から6ステージまで総合首位に立ったが、第9ステージを制した、ビクトル・フォンタンが、 デワールに9分54秒の差をつけ、総合首位に立った。ところが、続く第10ステージにおいて、フォンタンがクラッシュに遭遇してしまい、ホイールが大破してしまった。ところが当時、ゴールまで同一の自転車を使用しなければならない、というルールが存在したため、修理不能状態となった、フォンタンは民家を探し回って、ようやく自身が使用していた自転車を探し当てることが、 できたが、時すでに遅し、タイムオーバーとなり、フォンタンはレースから去らざるを得なくなった。結果、デワールが総合主位に立った。その後、デワールは第20ステージにおける勝利を含め、最後まで、毎夜情寮を守って、総合優勝を果たしたが、この年のツールまで、現在とは違って、個人プロ選手の参加も認められており、そのため、 トレードチームの一員として登録されていた選手との間には、いわゆる、協力関係の有無問題も露呈化した。レースディレクターであるアンリ・デグランジュは、当初、同一、トレードチーム選手同士における協力関係は、ないという前提に立っていたが、デワールが所属していた、アルシオン・ダンロップは、チームメートに対し、途中危険を促すなどして、デワールを勝利に導くよう示唆していた。 結果、デグランジュとアルシオンとの対立は決定的となり、翌1930年のツールドフランスからトレードチーム及び個人参加を禁止、国別対抗形式による現在にも通じるチーム別対抗戦方式へと改めることになった。なお、デワールはこのほか、1928年及び1929年のバスク一周並びに、 1930年のツールド、ベルギーでも総合優勝を果たしている。ありがとうございます。